Hola amigos, ¿cómo estás? Hay un símbolo de Japón en la primavera, es el cerezo. Es un costumbre de que comer y beber abajo del árbol de cerezo. Pero ahora muchas personas disfrutan en casa mirando un video de cerezo. Es un nuevo costumbre. Hanami en casa es bueno para los que no pueden salir por unas razones. Si lo puedo, me gustaría andar dentro del pétalo rosa.皆さんこんばんは、ちえみです。4月になりました。皆さん、お花見は行かれましたか？日本列島は長いので、もうとっくにお花見の時期は終わっちゃったよという方から、まだまだあと1ヶ月ぐらい先だよという方もいらっしゃると思います。コロナ禍でね、以前のようにお花見ができないっていうこともありますけど、バスの中からとか、電車の中から、あるいは車の中から、そして歩いてる途中で桜や様々な花を眺める、それだけでもね、いいもんですよね。近くで見る桜も良いし、上空から撮った映像など画面いっぱいに優しいピンクが広がって、そういうのを見るのも素敵ですね。これからたくさんの花が咲き出します。さて、今月のテーマは SNS です。年度が変わって新しい人間関係が築かれる時期、 SNS でのつながり方ももしかしたら変わるっていう方いらっしゃるかなと思います。どんな出会いがありましたか？あるいはどんな出会いがありそうですか？そんなことを思いながら今日も始めてまいります。Vamos a empezar. Hola amigos. さあ、今月のテーマ SNS、 皆さんは SNS をやってらっしゃいますか？ Twitter、Facebook、Instagram、 他にもね、たくさんの SNS があるようですけれども、 YouTube も動画共有サイトっていうから、広い意味で SNS と言ってもいいのかな。 SNS という言葉はここ数年で広まりましたが、パソコン歴の長い私は、いやいや、もっと昔からあったよねと思うわけです。以前はパソコン通信といって、インターネットとはまた少し違うんですけど、ネットワークを使って情報交換をしたり、コミュニティを作ったりして楽しんでいた時代がありました。ハッシュタグなんてね、洒落たものはなかったんですけど、同じことに興味のある人たちが集まって文字でおしゃべりをしていたんです。今とね、そんなに変わらないですよね。今と違うのは、スマートフォンのない時代、パソコンを持っているっていう人は本当にパソコンに興味があるとか、仕事でどうしても必要とか、そういう人たちに限られてたので、ユーザー数はね、もう今とは桁違いに少ないものでした。その時代に知り合った友人とね、なぜか偶然にもというか、探してくれたのかな、
今でもねつながってたりするんですよ。だからネットでつながった同士ちょっとなんかこう薄いんじゃないの、関係が薄い緩いんじゃないのって思う方もねいらっしゃるんですけど、実際ねそんなこともないんじゃないかなと思います。で実際にですねお会いした方も結構たくさんいらっしゃいまして、個人的にちょっと遊びに行こうかお食事しようかって会ったパターンもありますし、私は演劇をね見に行くのでコンサートとかも行くのでその会場でねお会いすることがあるんですよ。そうするとね普段文字でやり取りしていて実物を見るとね、ああなんかこうイメージあるなっていう感じしますね。文字って人柄がね出るんですよね。あとはね逆にお人柄はまあその文字から受けたそのまんまなんですけど、イメージしていた方となんとなく雰囲気違うなっていう方もねいらっしゃったりして面白いですね。私がツイッターで知り合って実際にお会いした方々は本当にね皆さんいい方なんですよ。明るくてね楽しくって、でいつもねお会いすると今度ゆっくり会いたいねとかランチしたいねとかって言うんですけど、コロナ禍なのでねなかなかそれも実現せず、いつになったらできるやらという感じです。本当にね早くコロナから解放されて皆さんとゆっくりお茶したりねお話ししたりしたいなと思っています。皆さんは SNS をどんな風に使っておられますか？仕事で情報を集めるだけで、あるいは仕事の情報を拡散するためだけに使っている、そういう方もいらっしゃれば、一日の大半を SNS でのコミュニケーションに費やしているっていうヘビーユーザーもいらっしゃるのではないでしょうか。私は家で仕事しているので普段人と会う機会が少ないんですけど、 SNS で他の人とねこうやり取りをしていると家にずっといるっていう感覚がなくなって、いつも外の世界を知ることができているかなって、そんな感覚になることがあります。でも気をつけなくてはいけないのが、ネットの中の情報が全てではないということですよね。やっぱりネットと外のリアルな世界をバランスよく見ることが大事だなっていつも思います。特に日々流れてくる映像動画ねとか写真記事などで、いわゆるフェイクニュースって今たくさんあるじゃないですか。地域的に離れてる場所の情報だとね本当かなって思っちゃうこともね多いんですよね。本当かどうか疑う目を持つ、他の情報源で確かめるっていろいろとね言われています。そして確かめるっていうのはすごく大事なんですけど、そもそも本物だと思い込んでる時点で他の情報見ようってあんまり思わないですよね。だからねその辺がとっても難しいなって思います。
ネット歴が長い私でさえそうなんですから、未成年の方とかネット歴が浅い方ね、注意なさってるとは思うんですけれども、もうそれ以上に気をつけてニュースなど見てくださいね。それでね、外の情報がわかるってさっき言ったんですけど、外に出るとき私はスロープがちゃんとあるかなとか、多目的トイレがあるかなとか気になるんですね。実際に行ってみればまあわかることはわかるんですけど、皆さんにここってどうなってるのって聞くと教えてくれたりするんですよ。もうこれってすごいありがたいですよね。わざわざね、見に行ってくださる人もいらっしゃって、本当に助かってます。 SNS ってすごいなと思うし、皆さん本当に親切です。Estamos escuchando FM Radio 川越 88.7 MHz。 お聞きいただいているのはラジオ川越 88.7 MHz です。この番組では皆さんのコメントやリクエストを募集しております。 Twitter でお寄せください。アカウントはFMOLAAMIGOS @FMHOLAAMIGOS。 お寄せいただいたコメントなどは番組でご紹介することもございます。またこの番組を応援してくださるスポンサー様も募集しております。こちらもツイッターでお問い合わせください。そしてこの番組と連動して番組の YouTube やブログがスタートしております。更新情報などは Twitter でお知らせしております。ぜひフォローしてください。オープニングのスペイン語。皆さんお元気ですか？春の日本のシンボルといえば桜です。桜の木の下で何かを食べたり飲んだりするのが習慣ですが、今では多くの人が家で桜の動画を楽しんでいます。これは新しい習慣ですね。家での花見は何らかの理由で外出できない人に適しています。できればピンクの花びらの中を歩きたいですけどね。 Vamos a hablar la lengua española, ¿vale?Opinión. Mochi de no comunicación de wa kanjou ga tsutawari nikui to iwaremasu. Hito wa komunikeishon suru sai ni kao tsuki ya hyoujou, koe no yokuyou ya rizumu nado samazama na joufou o moto ni aite no kanjou o handan shite imasu. Ima de wa onsei ya bideo nado声や顔を見聞きしながらやり取りすることもできますが、ネットでのコミュニケーションの多くは今でも文字が中心です。文字だけだと感情が伝わりにくかったり、表現がきつく感じたりするなど、そういう経験は皆さんもあるかと思います。そこで絵文字の登場。絵文字はスマートフォンに搭載されて世界各国で使用されていますが、もともとは日本発祥だと言われています。
こうして考えていくと、手紙は文字だけのやり取りですが、ネットのコミュニケーションは明らかに会話なんですよね。文章の終わりにちょっと付け加えるだけで、その文章に表情がついてくる。絵文字を考えた人ってすごいですね。そして絵文字は言葉の壁や文化の違いを超えて、相手の人に感情を伝えることができます。アルファベットで絵文字はもはや国際語。世界中の人が違いを超えてつながり合える、そういう時代です。オラアミーゴス、4月のテーマは SNS、 いかがでしたでしょうか。 SNS を普段使っていると、周りの人みんな同じように使っているのではないかなっていう、そういう錯覚があるんですけど、尋ねてみるとね、使ってない人の方が結構多くて、まあ、そんなにはいないのかななんて思ったりもします。こういうのはね、好き嫌いもありますし、何かの表紙にはまったり、あるいはやめたりとか、人それぞれですよね。どんな道具も使い方によって、時には武器になり、時には最高のツールになる、そういうものの一つだと思います。4月、春になったとはいえ、急に寒い時もあったりして、体調崩しやすくなる時期でもあります。こんな時こそゆっくり休んで、無理をしないでくださいね。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。お相手は私、ちえみでした。Muchas gracias y buenas noches.